ということで本日の中古車情報センターは、はい、マツダ RX7、はい、FD3S 好きです。俺も嫌いではない。ちゃんと後期のちゃんとしたやつやったら正直前期のノペットしたんはちょっと、うん、うん、ってなるんやけど、はい、俺は FD を見て思ったよ。やっぱな、メイクは大事。まあ、やっぱすっぴんじゃあね。そうすっぴんじゃあね。すっぴんじゃあね。ちょっとすっぴんはちょっとあれってなったんやけど、やっぱね、うん、まあやっぱもう一緒ですよ。ね。ね。やっぱもうだから FD はね、女の子です。そうです、ね。僕はもう FD は女の子やから、マジで。いや、それこそ、ね、化ける、ほんまに。あの、兄貴が乗ってたんですよ。ああ、そうなん。アンフィニのセブンに。はんはん、当時ね、120万ぐらいで買ってたな。まあでも、そんなもんかな。うん、当時だって俺が走っちゃった頃で言ったら、はい、50万も出したら買えようってこと。ほう、ボロでよかったらな。おでパリッとしたやつでも200万線買ったと思う。ああ、だからそうか、だからスピリットアールをだって200万以下で買わんかみたいな話をもらったもん。買ったからよかったって今なら思うけど、思うけど当時はいや、いっすいっす、ちょっともうロータリーとかあのちょっとお金かかるんだけど、ほら俺も一時期ほら坂本さんから借りて一時期乗ってた。ああ、あのしんどい FG でシングルターボになっとった。そうそう、しんどいしんどい、シングルビッグタービンになっとったやつにちょっともういいですって乗っちゃったけど、まあ、何がってな、まず一番当時、まあ、今と同じよ、ハイオク200円時代やったら、はいはいはい、もうな、走り所ってメーターが下がってるのが分かるんや。見たことない、そんな車。燃料系が動くの分かるんやって。見たことない。一っ走りして二っ走りしてこう往復するだけで、はい、嘘でしょって思ってね。俺の200円がどうぞ。そうガチでそれは思ったけど、まあね、あの前回話した基本的には FC さんの方が生産終わりました、はい、まあちょっとかぶっとったけどな、うん、まあ、でそこからまあ約10年間ぐらいか、はい、まあ作られたのが FD さんなんですが、はい、FC さんの時は27番台とかっつって言いよったんが、はい、最終的にはえ総生産台数5万台、売れてないですね。めちゃバブル崩壊ってやっぱえらいダメージやったよな。そうですね、っていうことやな、やっぱり、うん、っていうぐらい、もうだから元々の玉数で言ったらもう FC と比べたら5倍ぐらい、それはそれはっていう話でございますよ。要はイカ天のせいなんや。イカ天のせいな、イカ天が FC を潰した説な、はいはいはい。なんでまあスポーツカーで本当出てで、はい、だから当時その本当にな、この10年間っていうかでめちゃくちゃ進化していったんやって。はいはい、まあまあ、ね、まあ、それこそさ、昔のベスモとかの映像が YouTube とかで流れてきたりする。はい、流れてきますね。そしたら最初の頃の FD の評価と最後の頃の FD の評価って全然ちゃうやん、うん、全然違う。だってもう最初出た頃って完全にかませ意味だったんですよね、うん、そう、完全にもうなんかもう途中でトラブルが出るとか、そうもうなんやかんや、うんやかんやって言ってもうめちゃくちゃもう言われよったやんか、うん、それがもうだんだんコツ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 ちゃんとこう変化、こう変化をずっと入れてって、もう最終型とかになったらもうほんまにな、ようできた車やったで、うん、マジで。そうですね、ほんまに。でまあ、あとはエンジンとかも前の FC から比べると 13BT なんやけど同じ、はい、でもあれなんよ、トゥインターボリン、はいはいはい、シーケンシャルトゥインターボリンになって、はいはいはい、有名なセリフがね、はいはいはい、有名なセリフがあるでしょ。ありますあります。セカンダリータービンが止まってんじゃねえのかっつって、はいはいはい、っていうような、なるほど、変化もありました、はい、なので FC よりもあのなんていう、綺麗にピューンって回っていく印象やって、エンジンがほんまに、なにあんまりな、そのある意味ではパワー感はなかった FD の方が。全然。ああ、そうなんですね、うん、へえ。俺は個人的にはな。でただもうほんまなのちょっと思ったんが、はい、ほんまななんていうの、 FC よりもよっぽどほんまさ、あのカート感というか、フォーミュラー感というか、もうなんていうの、こうあのソーダとかがもうあのなんていうの、まあある意味でシビア、はいはいはい、でそのなんていうのかな、こう気持ちいいんで、はい、気持ちいいんやけど、そのもともとこの FF のフロントヘビーのやつとか乗っちゃった側からとか、はいはい、86とか乗っちゃった側からするとすごいこうもうなんていうの、あー
もうザ・スポーツカーザ・スポーツカーやったけん、まあ俺はあのどっちかっていうとポンコツの子の方が好きやけんはいはいまあ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 っていう感じで、まあでも当時やっぱりそのほんまにあのすごい、まあすごかったと。へー。ただまあやっぱりその正直な話、なボディ構成が、うん、まあ初期型から比べるとどん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 良くなってったんやけど、ほんま初期型の頃とかもうボディコースがもうほんまもうごめんなさいっていう感じあって。あ、そうなんですか。うん。うん。でもうな、あの距離乗ったやつとかあったのすんげえペナペナやったんだけど覚えとるよ。あ、そうなんですか。うん、ハードなちょっと車高調とか組んで、まあバネの硬さとか固めていったらもうよれるんがわかるぐらい。へえ。で、あのリアハッチがでっかいやん。でかいですね。まあ FC もそうやけど、うん、あそこにだからクロスに組むな、ロールバーとかがあって。ああ、そうだ、ね。あれ組むだけでもうめちゃくちゃ剛性が感じるぐらい、ねじれがもうほんまにっていう違いが分かるぐらい、やっぱりもともとはやっぱりそんな状態やったけん、まあでもな、やっぱりそのやっぱこのスタイリングはもうほんま唯一無二のそうですねやけん、やっぱこれはね、まあ欲しい人が多いのも分かるかなっていう感じやな。やっぱ後期型を純正で乗ってみたいっていうのはありますよね。後期型って何年からやったっけ。99年中期が4型は96年で4型で、あ、16ビットに評価されて280になったのを後期と呼ぶならまあそりゃそうやけど、ああ280になったのが後期やったらまあ最後の99年かららしいな、はいはい、うん、まあでも99年のやつでだいぶ中身が変わってますよって。そうですね。で最後6型になったら、あ、 EBD とかもついたんか。うーん、あー、なるほど。ブレーキ周りとかもかなり賢くなっとるな。そうですね。 ABS の制御がそうね、8ビットか16ビットか、おーおーおー、もう全然違うよ、うん、ファミコンとスーパーファミコンやんか。確かに、はい、まあ、というそんな FD さんですが、はい、ちなみにカーセンサー調べで言うと、はい、154台あります。まあ多いですよね。 FC より多いな。多いですね、ほんまにぐらいのレベルで。も一応これはアンフィにも、あー、なるほどね、はいはい。でもまあそれだけど、なんかパッと見た感じで言って、うん、300万以下がほぼなくない。ないです。びっくりしました。マジでちょっとやめてもらえますかってぐらい。こんなすんの今。こんなするらしいです。嘘でしょ。ほんまに。ほんまに。うわー、これはな、もう壺どころじゃないです。え絵画、絵画、ひまわり、ゴッホ、もうゴッホぐらいのレベルいってる、これはほんまにもう動かすこともためらうぐらい。ゴッホでもう走ろうかっていう、ちょっとなんか擦って剥がれたらもう終わるよほんまに。無理ですよ。すごいな。でもだって業界で見よったって、もう100万以下で落札されてるやつがほぼなくて。ないですね。でも全部ほとんどもう200万以上やで。もうクソ高いやったら500万とかあるで。だってこれあの相場調べてるじゃないですか。はい。あの普通に調べてたら、うん、家買えるぐらいのことで。家買えるやつ出てくると思うよこのレベル。2000弱とかで出てくる。マジ出てくると思うよ。あれやっぱりやっぱ FD 買っとけやったな。そうですよ。お前あの時 FD 買えってみんなで寄ったやん。いやいや、それではいかん、ね。いやマジですごいな。はあ。いやでもやっぱね、 R がつくの高い。いやまあなんかスピリット R はちょっとやばい値段になっとるな。 GTR もそうや。タイプ日本人 R 好きやけどタイプ R も全然高い。そうやな、これすごいな。じゃあまあとりあえず FD さんにちょっと試乗してみましょう。はい、おい、これは最終のスピリット R です。おお。あーでもな、やっぱこの内装も好きなりじゃないな俺。まあこの分かりやすいこのあのスポーツカーっぽいこのなメーターの配置に、でなんていうんやろうな、このインパネ周りがあのコックピット感があるやんか。全部こうこう向いてる感じが。そう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 、80スープラとかな、はいはいはい、あの辺とかもそうやけど、でやっぱりこのちょこんと見えるビトラの蓋が開いたな、ヘッドライトのな、この辺とかがやっぱりこうすごいこういいかなとは思うけどな。国産最後の。ああ、そこ、ね、国産最後のリトラやけんな。まあ、やっぱこうやって見ようって美しいよ、美しいよ。綺麗ですよね。綺麗、全然綺麗。いけとるわ、ほんまに。いや確かになんか FC と比べるとシビアじゃない。シビア、シビアやろ、FC と比べたら。まあ、やっぱな、その前後重量配分とかもそうやし、
まあ、なんせなその重量物がほんま真ん中真ん中に寄ってきたのもあって、はい、結構シビアなんで、あとはやっぱな足回りの喧嘩っていうのが結構でかくて、言うて FC は、はい、フロントストラットだったり、はいはいはい、ギアがセミトレ近くだったりして、はい、そのまあ言うてなその変化量が大きいんやって、あなるほど、そのストロークとかした時の、はいはい、でそれに対してやっぱ FD はもうあのアライメント変化量というかその足回りの変化量が少ないけ、もうその分だけその違いというか動きを読み取るのが結構シビアよ、ほんまに。しかもこれは運転して疲れるだろうな。FD は PPF あるしな。そうね、今回 FD は PPF ついてるしな。基本ロースターのアカウントで。そうそう。そうなんよな。だけ、まあ、今からね、ぜひね、乗ろうかっていう方とかね、買おうかっていう方はね、まあ、ゴッホの絵画を買うつもりで、ぜひね、買っていただいて、まあ、それでも損はしないと思うんですよ。損はせんすけどね、よほどのド M じゃないと買わんすよ、いやー、まあね。まあだけ、まあこうやってシムで遊べるぐらいの方がいいかもしれんな。そうですね。はい。まあそんな感じの FD サイエンスさんでございました。まあ皆さんもね、なんか FD にこう思い出がありましたら、ぜひまたあのコメントの方を入れといていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、チャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル。あなたの愛車にこの一本。